はい、皆さんこんにちは、ピカです。シャドウオブオーやっていくよ。はい、今回もね、甲状腺の方やっていきたいと思います。とんでもないことをやらかしたからだ。死んでもらうしかない。よし、気合い入れていくぜ。ほい、ここの軍団は、うわ、ボロボロ。こいつ、ちょっと待って。よし、開始。もう、すごい軍団ですけどね、相変わらず。また敵の CG ビーストをぶっ殺して、どこだどこだ、あっちか。よし、うわ、 CG ビースト攻撃してる。ドラゴン、お前早よ乗らせろ。急降下だ、羽ばたいてよけろ。よし、羽ばたいてよけろ。はっ、壊れた。 OK、よし、小隊長はどこだ、あっちか。わ、ドラゴンいる。どこ行った。見失った。まあいい、小隊長をやろう。おい、これが挨拶だ。オッケー、お前違うだろ、こっちだしょ。打掌になってますね。よし、俺の意志は鉄のように硬い。なるほど、マジかよお前。なるほど、まあ恥かかせて逃げるんでしょう、多分。これで、失血死しそうなってるやつをやるから。あ、そういや前回護衛呼ばなかったね、自分のね。おいしょ、誰か助けてくれ。任せろ、この野郎。これ以上の不法占拠を許すな。必ず砦を取り返してみせる。やってみろ、処刑。スパンと一発斬首、早っ。なめんなよお前。よっしゃ、次どこ行く。あっち、あっち、やばい。ドラゴン、お前もう帰れ。いいぞ、死にかけてる。よし、乗せろ。あれ、死んでるじゃねえか。
護衛ゼロ。待て、もっと苦しめてやる時間だ。うっさい、頭に刻んでいけ。刻む打撃、最高の一撃、汚いタルトに。訓練場に敵がいる。あっちにも禁止のやつがいる。瀕死のやつもいるけど、死んだか。支配できそうなのもいるね。あいつだよ、支配できそうなのあいつだよ。お前だよ。オッケー。どうやって役に立てばいい。首がちょん切れるまで戦いなさい。俺の剣はお前のものだ。あともう一匹がアコか。支配できそうなのね。あっちに瀕死になってる。うわ、瀕死。あ、死んじゃったか敵。同時に支配、死にそうな、なのやめてくれる。血が流れ出てるぞ。砦のように見えるが、ただの墓石だな。てめえの墓だぞ、レンジャー。あとお前それなんとかしろ、自分で。全員は守れねえな、あいつら。じゃないよ、死んじゃったな。助けてくれ。腹をやられた。腹渡を取りに戻ってやる。うわ、間に合わんだ。くそ、しょうがない。すまぬ。よし、行って。どこ、あいつ支配できる。よし、うん、戦え。よし、次はあっちじゃ。足に疲れたようだな。くえ、あれ、あいつどこ行きやがる。手遅れか。待って、お前オッケー、支配できるぞ。支配、選ばれし者になれて光栄だ、光栄だ。うむ、その髪型をまず変えていきなさい。後ろを任せろ。あっち死にそうになってる。カラゴルどこ行った。おい、お前待て。おお、そっち行くのか。だよ、くえ。よし、降りて。支配、支配じゃない、支配じゃない、助けたい。よし、くえ、頑張れ。また来やがって。
이제 오케이 고치해야 되겠네. 希望も人間にも慈悲もあ51は支配できないか赤い噴水に作り変えてやるぞあいつを殺さないのかお前支配したくないんですけどね本当にお前なんだ支配お前なんだよし。そのハエを何とかするのです。選ばれし者として従う。そのハエをまず何とかしなさい。殺せばいいんだろ。任せろ。やりなさい。外門を渡すな。助けたい。頑張れ。外門を占領するつもりだ。またか。もうお前死ぬのもいいよ。もう無理お前。諦めろ。甘えんじゃねえ。未熟だからじゃ。わかる。恥をかかせる。レベル上昇したぞあいつ。勝ったけどレベル65なったよ。さあこれでどうなる？影のステージ7。ヌハン。この影のステージはいくつまであるんだ。うっそ、セレゴストってあんた一回やったような気するぞ。もうこれ進まないの？おい、また甲状腺か？これ 100% なるまで甲状腺かな。まあしょうがない。まあアップはしていきますけど、まあでもね、同じような、まあとりあえずこれからやっていきましょう。はい、甲状腺はもうしばらく続くんですかね。まあでも全く同じ展開じゃないですからね。まあ新鮮といえば新鮮なんですけど。よし、ストーリーはもうしばらく後になりそうですな。出るか。
壊れたか。オッケー、羽ばたくのじゃ。シージビーストはもう終わったね。じゃあこいつやけ。ジュッとね。オッケー。あ、死んじゃった。少子。あー、もうドラゴン体力ね。あっち行こう。おし、もういいぞ。サンキュー。これこのままできたっけ。武将にもできねえか。やっちゃったのか。もう仲間にしたかったけど、こんな姿になってしまった。よーし、あっちか。どうせ君は参らぬ。ミナス・モルグルを取り返したのか。また名前を変えたりするなよ。新しいのに慣れたばかりだ。いまいましい悲鳴。地上処刑。俺の獲物だ。暗い風が俺たちを取り囲む。俺はその流れに、影に、全長に身を任せる。そしてサウロン様の敵全員に死を与えるのだ。よし、さあ持っていけ。地上処刑。落ちろ。これ以上やってられるか。逃げるのか。さあ来い。そうはいかん。お前は。あ、全然。誰かこの旗の前に。ロッサーマン。ちょっとな。そう、やれ。いつでも戦えるぞ、妙遠距離防御が。ならば直接やるのみじゃ。子供を狙ってるぞ。いで。地上処刑。そして。子供を渡すな。おい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 。あ、陥落か。この砦は俺たちのものだ。なんかかっこいい鎧着てるな、こいつ。外門を渡すな。よし、お前はここを守るのじゃ。妙王に使えよ。うむ、ここを守れ。聞いてみろ。よし、どこだ。あっちか。あっちの拠点が危ないぞ。あっちの拠点が、ここもか。待て、ちょっと待て、お前登ってくれ。かっこよく登場しないといけねえだろ。もうステルスキルいけ。よし、訓練場を守る。ポイント陥落したらこいつら入ってくるのかな。
そしたらやっぱり守ってないと厄介だな。一気に潰される。卑しい人間め、相手を間違えたな。こいつは力と怒りの要塞だ。やばい。そうだ、いいものがあったぞ。もう一回やってやれ。これも持っていけ。地上処刑。一気に攻められるとは。地上処刑。ねえ、だよ。うそ。お前六匹一気に軍じゃねえお前。六匹一気に来てどうすんだお前、処刑だお前。おい、お前こっち来い。頼む。命がけで守ろう。そう、支配できそうなのいる？あと4匹。とりあえずお前体力貸せ。いった。くそ。これね、あのステルスドレインしたら何見っかってんの今。後ろから行っただろう。本当によ。あっち瀕死パラダイスになって。瀕死パラダイスだぞ。くそ。うわ、拠点が危ねえ。全滅する。このままじゃ。はあ、お前、頑張らんかお前。前方に戻る。このくれてやる。俺の呪いがお前の全てを吸い出す。ここは大乱戦じゃ。自分の体の中を見たことはあるか。これから見られるぞ。いい加減にしろ。お前の頭の中も。もう待ちきれない。うよいやめて。おい、頑張れお前。頑張れ、お前じゃねえって本当に。我が主に歯向かうほどバカだったとはな。悲しすぎるぜ。自分の墓へ行くといい。やれ、逃げられる前に。お前、あ、もういいや。あいつ死んじゃった。なんともできん。狙えないもん。助けれねえもん。これ本当次。あの狙えるようにしてください。本当に助けれないっすよ。人間め、ある一人だと。腐れレンジャーが一人か。問題にもならない。よし。もうお前死んどけ。ね。開発者を裏落とす。お前。弱いだ。お前の精神もな。よし、これであと2匹か。 OK、 なんとかなったね。選ばれし者になろう。よし、あと1匹。いや、あと3匹か。地上処刑。また戻ってくるぞ。
時期が来たらな。おう、お前まず逃げとけ。その後ゆっくりとやってやるから。そのまま戦え。え、そのまま戦えって、あ、勝てた。オッケー。まあ甲状腺結構短いですね。スパパーンとやっていきましょう。行くぞー。あー、もったいね、もったいね、もったいね。あ、ここにあいついる、こいついる。オッケー、弱ってる。で、あいつに乗る。え、ちょ待て、お前はもういい。お前に乗る。よし、これでダブルドラゴンだぜ。ゲームのタイトルみたいになってます。シージビースト、いけ、シージビースト、羽ばたけ、羽ばたくのじゃ。アーチャーでここにいるんだな。アゴか、あいつらか。この空の王者をいじめるやつ、お前ら許さん。焦げるのじゃ、ね、リオレウスのような。お前やれ、やるのじゃ。もし、もういい、もういい、もういい。アークいくよ。あいつだけか。そう。あ、お前、お前、俺の前に出てくんな。お前が焦げちまうぞ。鶏肉になるぞ。お前はもう戻れ、一時戻れ。よし、あいつを。いい、いい、元気、元気いいね、お前。あ、遠距離防御が。うろこげにしてやる、絶対にな。死んじゃったか。あいつ凍らなかったね。よし、次。うお、なになに、まだドラゴンいるか。シージビーストいるのか今。帰りなさい。
処刑効かねえのかこいつ。落ち着け、落ち着こうじゃん。で、付近のね、マウントをドレインしたら付近のカラモルも支配、一気に支配するスキルつけたんですよ。処刑、食え、餌じゃ。あれ夢中なってた、ごめん。うわ、なんか死にかけてるのいっぱいある。中行こう。お、待て、どこどこ、待て、頑張れ。お前あれできるぞ、支配できるぞ。よし、支配しろ。あれ、こいつじゃないよ、こいつ味方だよ。どいつだ、体力のあれ。待つのじゃ。あれ、モルグルを奪ってあの巨大な目に見られる状況を作った。お前がモルドールをめちゃくちゃにしてくれたんだ。俺様だ。お前を解体すれば血が溢れ返りサウロン様の目に止まるだろう。いや、お前解体してやる。たまるかよ。え、次にやったら覚えてろよ。どうだ、お前。この体を切り開いてやる。やばい、あ、やっちゃった、ごめん。クソ、もらいたかった。楽しい。よし、いくぜ。もうすぐ死ぬ。ポイント陥落、そっか、ポイント陥落したら一気に突っ込んでくるんだった、一個一個。おお、やつらは恐怖で震えてるぞ。もうすぐこの砦はいただきだ。訓練場から、どこの砦も危ねえんだ。食え、招待長どこ行った？あっち、ひるんでる。ああ、死んじゃったか、いいか。え、あっちまた支配できるぞ。降りろ。お前支配だ。選ばれし者になろう。なれ、腹綿をぶちまけてやる。そう、よし、護衛出ろ。ボルドールにやってこい。すぐに片付けろ。よし、あっちにも死にかけてるやつと支配できるやつがいる。
くそ。お前らみたいな守り手が絶望してる顔はたまんねえな。目をバッチリ見開いて罠にかかったネズミかよ。お前まずこれ支配、支配じゃない、頑張れ頑張れ。あ、お前支配。従属。お前についていこう。ついていこう。そのハエを払ってからついてこい。お前を護衛する。いや、若造が。この砦は俺たちのものだ。必ず取り戻してやる。分かった。私は十分だ。始末してやれ。よし、ならばこれを食らいなさい。フライドチキンになっちゃって、いったな。おいおいおい、そうはいかね。お前頑張れっつうの。お前頑張れ。お前は支配。選ばれし者になろう。よし、大船に乗った気でいろ。お前は終わりだ。あと一匹。流れが変わった。退却して次の戦いに備えろ。うん、そうはいかん。俺は終わりだ。おいおい、惨殺されてるじゃねえか。待て、仇は取ってやるぞ。頑張るのじゃ。死ぬのバカって。なかなかいい砦だが、あらゆる壁に花は飾ってないようだな。ちょっと手直ししてやるか。お前の腹綿を飾ってやる。支配。ありがとう、マスター、マスター。よし。お前を守ってやる。あと1匹ですよ。レベル45のやつを倒せばいいんだな。あとの小隊長は護衛かなんかか。ほっぱっとけばいいんだ、こいつだ。支配。お前じゃない、お前じゃない、降りろ。よし、こいつ支配して終わりだ。なんでお前なんですかね、本当にね。こいつ支配したいんだよ。よし、お前で最後だ。ああ、協力してやろう、協力してやろう。よし、勝利。これで 80% ぐらいなったかな。ステージ10ぐらいまであんのかね。今 70% だったからね。でもセレンゴストでクエスト開始可能って書いてあるね、あのびっくりマークのね。あれなのか、もしかして。
ちょっと見てみましょう。クエスト、セレゴスト。カルナン。じゃあセレゴスト選べばいいの？ちょっと待って、ワールドマップ、セレゴスト、ここだ、ここだ、え、ここだよね。エリアマップ、待って、エリアマップは R2 なんか欲しい。で、びっくりマークのクエストあんの？あれ？違うな、やっぱ違うな。今度、他のエリアでクエストが開始可能になってもなってるもんね。やっぱびっくりマーク、びっくりマークだから、やっぱ甲状腺していくしかないみたいですね。はい、はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた、しばらく甲状腺ですけども、また次回お会いしましょう。